はい、こんばんは、くみチャンネルです。はい、本日はですね、トリプロのですね、上倉圭さん第2回目でございます。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、第1回目ぜひ見ていただきたいんですけども、上倉さんは、幼稚園の園長さんであって、そして牧師さんでもあります。はい。で今日ですね、私 の設定した待ち合わせの30分前にもう来ていただいていまして、大変ですね。やっぱりこういう会議とか設定される方っていうかですね、本当にさすがさすがというか、はい、本当にですねこの先がちょっと言葉が出てこないんですけども、はい、今日は申し訳ありませんでした、お待ち合わせ気が早いもんですか、すいません。はい、ですね、前回ですね、まあ、ルーツから上倉さんの、ルーツから、トリプロに至るまでのお話一気に聞かせていただいたんですけども、今回改めましてトリプロのご紹介をということになります。はい、それでは、よろしくお願いします。はい、はい、トリプロについて簡単にまず、まあ、キャッチフレーズでも結構なんですが、はい、キャッチフレーズで言えば、はい、選挙を変えれば政治が変わると、うん、そういうことを思ってやってることですね、うん、はい、そして市民立法ですから、はい、私たちが、はい、法律を作る、はい、そこにこう深く関与して、はい、国会議員たちと一緒に協力して作っていくという、はいはい、そういう運動ですよね。うん、政府が選んだこう、まあ、なんていうの、審議会のメンバーだと御用学者ばかりになってしまうなと心のところ、うん、まあ、3.11 以降ですね、うんうんうん、私たちが強く思ってきたところなんですけども、はい、まあ、情報操作なり、まあ、何なりですね、やっぱり、まあ、国会議員さんのところに上呈されるまでの間にいろいろともう大体のことが決まっていると、うんうん、でそこにもう食い込んでいこうと、そこに市民を入れていこうという、そういうことですね。やっぱり長い55年体制からも含めですけど、自民党政治というのは、はい、その立法過程の中でもう本当に行政官とくっついてですね、はい、省庁と全く同じような縦割りになっていて、はい、で最後に自民党の総務会で全会一致で決まったら、はい、もう鉄の結束で、うん、そして、議場では裏切らないと、うん、だから立法過程というのは自民党と省庁行政官とで決まっていて、はい、私たちが入る隙間というのはほとんどなく、困るんですよね、そして野党も入る隙間がないと、はい、秘密保護法なんてその審議会さえやってなかったみたいですもんね。そうですね、ソ連のなんか一部だったなんとかっていう国の法律をお手本にしましたとか、言っちゃってですね、うん、全然学者も集めてなかったって聞いていて、うんうんうん、メモも残ってないし議事録も残ってないしということで、上呈された法律って一体何なのよと、うん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 、ねえ、役人が直接なんかこう総理大臣の意向を受けて作っちゃうみたいな、そんなのがちょっと学校で習った立憲主義と全然違うじゃないかと。そうです ね、そしてそこに深く関わってるのは選挙の絡みでいうと企業団体献金ですね。確かに、企業団体献金の、まあ、だから大企業のロビーング活動が、自民党に向けてなされるときに、はい、政官業の、鉄の三角形が、はい、形成されていたと。そっちも一緒にどんどん動いていっちゃう、まあね、人間弱いので自分の楽な方に楽な方にっていうかですね。そうですね、まあ、でもこれが世界的な潮流であって、そのコーポラティズムの原因でもありますので、うんうんうん、そこに目をつけたっていうことですね、うんうん、ですので私たちは、はい、ロビングを独自のロビングをして、はい、そして決して、省益などではなくて、はい、ロビングって接待じゃないですよ、議員さんのところに行ってこうドアを叩いてお話をするそうですね、私たちの活動に協力してくれる趣旨賛同議員といいますが、はい、その議員を増やしていく活動を、はい、まあ、独自の路線でやっていると、はい、でそれによって、超党派の議員連盟がいつかできてですね、はいはい、まあ、論理的には21名いれば、はいはい、いいわけですけれども、はい、衆議院で言えばですね、上呈することは可能ですけど、でも、ただし過半数を取らなければ意味がありませんから、そうですね、思想的に広まっていく必要があると、ですので、はい、与党も含めですね、全会派717名の国会議員全員に会おうというそういうような気構えで今やっております。嬉しいです。気の遠くなるようなって言いましても、その千里の道も一歩からというのも、そうですね、歩まれてらっしゃって100人ぐらいもロビングしてる。そうですね、100人ぐらいの議員または秘書の方、うん、議員直接は何人かいますね、何十人か会ってますし、うん、その中で趣旨賛同議員が34名、うん、
おりますから、うんすね、会派で言っても自民党もいるし、民主党もいる、維新の党も、あ、民進党に、なったんですかね、それと大阪維新の人もいると、はい、また生活の党もいる、社民党もいる、あと無所属もいるし、改革結集の会ですか、こちらもいると、そういうような形で、素晴らしいですね、かなり会派広げてますが、やっぱりそのイデオロギーとかなんとかそういうお立場に関わらず、まあ、公職選挙法っていうのはちゃんとさせたいと、今のはちょっと不満や不安というか、ちょっとね歪みがあったりっていうのを、まあ、議員さんの方も考えてくださるっていうのは、まあ、当然の本当人間の良心に照らして当然のことだったっていう、そういうことですよね。そういうことでもですね、面と向かって会えば、そうです、一人一人会って民主主義ってっていう話で言えば、選挙というのは、選挙制度というのは民主主義のインフラですから、そして全ての議員に関わってますので、これがまたいいところですね。そうですね。ただ当事者すぎるので決められないというのが今国会で起こっていると思います。それじゃあ、まあ、むしろ市民の方たちに動いてほしいって議員さんは思ってるんです。実はそういう人もいっぱいいます、ね、自分たちも選挙で苦労して勝ったけど、あれはやっぱりおかしいと思ってたと、ということですね、知り尽くしてますよね、議員さんたち。当事者すぎるのですね。だから参議院の、制度協議、参議院の選挙制度協議会も、まあ今一つな結論でいつも終わるわけです、で衆議院の方も第三者機関、衆議院調査会というのも、やっぱりアダムズ方式ぐらいの話でしかない、もっと根本的な問題を私たちは、感じているのに、救ってくれていないと、ね、ですね、目立つような言葉で済まさないでほしいですよね、そうですね、本当にそうです、アダムズ方式だね、ドント式の問題だけじゃないんですよ、それだけではないということを私たちは訴えたいということを思って、安倍さん随分パフォーマンスしてましたけどね、まあ、いずれにしろ私どもの運動は、まあ、トリプロ全体としては、はい、市民立法をするためには、はい、選挙市民審議会という有識者たちが、はいはい、部分改正提言をする、公職選挙法、公職選挙法のここを直した方がいいんじゃないの、というのを3つの部門に分かれて今審議している最中ですね、はいはい、昨年の11月30日に結成されました、はい、そしてそれを私ども事務局が提言が出るのを待って、はい、中間的に17年末にも出していきますけど、はい、それを国会議員に届けるのは私たち事務局、この部分改正案を、例えば供託金をこういうふうに、飛躍低くしたらとか、または選挙制度を小選挙区制じゃない方がいいんじゃないの、とか、そういったものを、私たちがロビングの成果として、はい、出資賛同議員に伝えて、この部分について賛成してくれる議員の方をお願いしますと手を挙げてもらって、はい、そして、それを上呈して、上呈するまでまたロビー、部分部分でっていうのもなんていい方法ですよね。そうなんですね、全部じゃなくて、私たちも実現可能かどうかで、やはりスピード感があると思ってます、はいはい、選挙制度についての合意形成というのは大変長く時間がかかるんではないか、つまり案は出ても、国会議員の中で、賛否が分かれるところだと思うんですね。これだ の安保法制じゃないですけど、11本全部一緒に出してきてって言われても、なかなか、あのような乱暴なやり言い方はあまり良くない。そうですね、一つずつやっぱり丁寧に議論するべきだ、ただし一つずつやっていって、今の公職選挙法がそうなんですが、はい、1925年に作ってから継ぎはぎだらけでですね、はい、一つずつちょっとずつやるもんだから、法律的に齟齬が起こって、齟齬というのはズレが起こって、食い違い矛盾が起こってるんですね、はい、だからそういうことのないように全体を3つの部門に分かれて、審議しながら小出しに出していくと、そういうやり方、はい、ネット選挙などは齟齬の、ずれ矛盾の最たるものですね、はい、チラシはダメなのにインターネットはいいのかと、メールはダメだけど、電子メールはダメなんだとなんだろうなという、そうですね、もうここに大きな裂け目ができたのは、非常に大きな前進一歩だったと思うんですね、ネット選挙解禁というのは。そうです、そうです、ですから私たちはそういう自由な方角に動かしていくと、また規制をするんじゃなくて、ネット選挙で開いた穴を大きくこう、もっと大きく開けていく、それを部分部分でやっていくと、はい、個別訪問もいいんじゃないの、とか、はい、
いろいろなあの部分改正を練ってもらって、はい、審議会のメンバーの方にですね、はい、そしてそれをまあ、さっき言ったように717人全員に会うつもりで、うん、頭下げてこれで、ぜひ部分改正議連を作ってくださいというふうに言って、はい、私たちの意思を国会で実現すると、はい、まあ、言えばそんな感じですよね。すごい、いつも ね、こう新しい人が巻き込まれて選挙をやってみてガクッと疲れてもう選挙はコリコリだっていう、うん、なんかその繰り返しだったりね、うんうん、愚痴で終わっちゃうとか悲しかったで終わっちゃうのではなくて、なるべくこう皆さんこのトリプロにちょっと寄っていただいて、まあ、ホームページもありますし、そうですね、傍聴も自由にできるもんですから、はい、もうちょっと加わってなんていうのかな、こう波紋のようにね、こう輪を広げて、そうですね、いけないかなと思ったりするんですけど、そしたらちょっと自分たちの意見も傍聴席から言えますし、でどんな考え方が世の中に存在して世界にはどんな例があってっていうお話がどんどん審議会で出てきて面白いので、そういう中でみんなで愚痴ってるだけじゃなくて具体案に進むためになんかこう頭突き合わせてなんか相談しないみたいな感じでですね、どんどん寄ってってほしいなと思うんですよね。この間の統一地方選挙の方でたくさんの無所属の方がですね、ちょっと今の国政おかしいんじゃないか、政党政治おかしいんじゃないかといって、はい、チャレンジをして、でそこでですね、そういう人間がいかに上がってこれないような、はい、仕組みが作られているかと、ね、いうことに気がついて、うん、でまたうん、あれですよね、太田さんの裁判の中でそうでしたけれども、投票する側も私たちが投票した甲斐が全然ないじゃないかという無力感を積み上げてどんどん投票率が下がっていくと、うん、で本当に細やかなフォローなんてね、郵便投票とかそんなものさえないんだし、なんかいろいろちょっとご都合主義にできちゃってるんじゃないかね、自民党のね、そういう疑いを持っている人もたくさんいます。ただジョークラさんは別にね、どうっていうことじゃなくて偏りなくいろんな方のご意見聞かれる人なので、まあ、与党議員ともねいろいろお話をされているようですよ。では、ちょっと写真を見せていきましょうか。長官図から見ますかね。はい、はい、お願いします、はい、ちょっと先週の復習なんですけれども、トリプロにはホームページがあります。で、トリプロのですね、トリプロって何みたいなページですよ ね、はい、そこを開けますと一番下にこの図が出てきます。ジョークラさんが関わってますのがトリプロ事務局でいらっしゃいます、はい、そして今回新しく作った画期的なものが、市民審議会上の、はい、水色の部分でこれからご紹介いただきます、はい、そして左下のですね、国会議員らの緩やかな勉強会とありますね、はい、そして、まあ、こちら世論喚起イベントと書いてあるんですが、あとロビングもやってらっしゃるということで今お話がありました。はい、はい、この勉強会というのはどんな感じですか。そうですね、動画に戻していただいていいですか。この勉強会、まあ前身は2015年の3月の19日と6月17日だと思いますけど、2回交流勉強会というのを議員会館でやったんですね。それは私ども市民と国会議員の交流勉強会と銘打ってるんですね。でなるべくなんて言うんでしょう、どんな議員にも関係のある話題でやっていこうと。例えば6月にやった時は各政党の選挙制度についての横比較をしたんですね。かつて何十年間こういうことここを変えた方がいいとかいろいろ言っている。そうなんです。それをまあ国会図書館の職員に調べてもらって、そうすればどんな党派の人も来やすいなと。でこの勉強会をさらに発展させて、今いる主事賛同議員34人いますけれども、その主事賛同議員の方々と一緒にこう担って、私たちは主催ですけど国会議員に対する呼びかけなどしてもらって、うん、緩やかな勉強会を作ると、はい、そして、まあ、投票方式の国際比較とか、まあ、国際比較が大事だと思うんですね。大事だと思います。日本にいるとこの選挙制度しかないんじゃないかって思っちゃうんでそうじゃない国際比較を国会図書館の人たちのもうリソース使ってやっていくと、はい、また第三者を入れてるのがいいですね。そうですね、そうすると自民党与党系の議員なども入りやすいんじゃないかと、はいはい、でその勉強会が母体になって、はい、先ほど言った部分改正案の、まあ、それぞれの政党には事情がありますから、うん、この部分は私たちはちょっと乗れないよとか、いろいろあると思うんですね。でいろいろあってもいいと。緩やかな勉強会の中にこれ地方自治体議員も入ってるんですね。16人ぐらい主事賛同議員がいますので、その中の緩やかな勉強会、そこで、この議案ならば自分が答弁に立ってもいいとか、そういうようなガッツのある議員を、その緩やかな勉強会を母体にして、はい、
作っていこうと、そういうようなあの考え方に立ってあの図であるわけですね。そうですか、勉強会っていうあの設定だから、はい、そのあの全部を、ね、さらけ出さなくても、まあ、自分たちの話し合いって言ってもこうボソボソっとこういう中ででもお互いの立場が見えてきたり、そうですそこで、まあ、共通項という部分で普遍性とは何かみたいなところがつかめちゃ う、ね、まさにそうです。原理原則を学ぶような勉強会で、議員だったら誰でもこれ関わるよねというようなのをあの、はい、国際比較するということでやっていき、それはロビーングと連動していきますし、また私たちお誘いするんですね、ロビーング、そうですね、ロビーングの時にこういう勉強会やりますよと、で私たちもまたそこで得た知識を、今度は選挙市民審議会に行って、はい、あこういう勉強したんだけど、はい、って言って、うん、学者の人にぶつけてもいいと、あそう学者の先生何も入ってるから、そうなんですね、市民のエンパワーメントと言いましょうか、市民も実力を蓄えて、うん、選挙制度について学んで、はい、あこの前学んだところだとドイツだとこうみたいですけど、はいね、憲法学者の方どう思いますかみたいなことができれば、すごく話に広がりが出てきそう、広がりが出て参加しがいがあると思うんですね。そうですね、先生方もねそう言って聞かれるとね、そう嬉しくなってみんな出てくると、引き出されてくるというふうに思うん で、 そ、 うで、ね、それが緩やかな勉強会、議連 の、 あの核にな、議連の受け皿になるということと、今言ったような機能を持つということを今準備中で、3月末にもう一回準備会合をしますし、あの議員の方々とですね、ですので4月以降に、国会議員会館内で設立、また第1回の勉強会を持っていきたいと、今のところ仮の名前だからあんまり言えないですけど、有権者と議員と共に考える交流勉強会、はい、いつも名前が長ったらしくて恐縮なんですけど、いつも名前が長くて申し訳ないんですけど、まあ、有権者というところで選挙の絡みだなみたいに思わせているような、で、うん、有権者と議員と共に考える、でも議員さんにそうですね、興味持っていただくようなあの話題作りというか、それはあのいいですね、そうですね、やはりもう仲間にどんどんまあ、あの巻き込んでいかないと、うん、本当にそうですね、やっぱり議員さんになってみて分かるこう立場的なものとかもやっぱりある、その情報も欲しいですしね、逆にね、そうですね、そういう率直な話し合いの場でもあると思います、うん、この間もちょっとこうあの撮影に行った時に議員さんいらっしゃってましたもんね、そうですね、必ずその私たちはあの選挙市民審議会を国会議員会館内でやり、しかも直前にポスティングをするんですね、宣伝をするんですね、はいはいはい、そうしますとやはり数名、はい、あの出資賛同議員の方や、またそうでない新しい方も、ね、会議室まで降りてこられればいいんですよね、そして資料だけでもちょうだいっていう人も結構いるんですね、はい、だからやっぱりこれはもう毎回ここでやらなきゃいかんなと思ってます、で国会議員会館を私たちは使いこなすと、はい、議員会館、国民のものですね、私たちのものです、無料なんですよ、無料なのでこれはあの綺麗で ね、 ね、国際会議場で の、 あのオープニングは素敵でしたね、ああ11月30日にね、フェイスブックで記事にさせていただいたんですけどね、選挙市民審議会の設立の時には本当に大きな会議室を借りてですね、しかもタダですから、タダですか、ぜひトリプロの会員にもなっていただきたいと思います、はい、年会費2000円ですのでよろしくお願いします、はい、そうですね、会費だけでもお助けになります、はい、それじゃあちょっとこの会がですね、はい、割と説得力を持っているんだよというところをちょっとお見せしたいと思いますので、長妻さんとご一緒の、ね、はい、あの写真をお見せしたいと思います。こちらのトリプロナウというのは、こちらはジョークラさんがお作りいただいてるんですよ ね、はい、そうですね、毎回その活動の記録を写真と、まあ、短めの文章にして、はい、1枚のチラシにして、そうです、ね、まあ、配ってらっしゃる、このように、はい、あのウェブ配信もしてらっしゃる、これはですね簡単な議事録みたいなもので、これを読めれば一応ついていけちゃうんですよね、速報ですよ ね、 ね、はい、うん、あの前回こんなことやったらしいねというところまでついていけますので、はい、あのこちらのですね37号、今までだいぶもう会議されてるみたいですけど、37号の左上がこちら、はい、ちょっと見えにくいんですが、はい、はい、これ長妻昭議員が真ん中にいて、まあ、民主党の代表代行ですよね、はい、で彼はあの企業団体献金廃止論者なんですね、あですので、はい、私どもの第三部門、第三部門は関連法制なんですけれども、はいはい、企業団体献金のところも応援団になると、大きな集会を打ってくれというような形で、はい、喜んで趣旨賛同してくださいましたね、あ本当ですか、私この人に民主党代表になってもらいたかったなとか言うと岡田さんにはあのかわいそうですけど、でもそうなんですよね、この人ね、あの厚生省もやってるし、いろいろ問題見えてる人なんじゃないかなと思うので、そうです ね、はい、ね、政策に強いのがいいですね、ですから私ども、ね、あの選挙制度を考えるときに、うん、政策本位で選挙をすると、うん、政策本位で人または政党を選ぶと、こういうのは
あの大きな柱としてあるの、あのノリだとかイメージだとか、そうなんです、あのポスターの顔だとか、問題じゃなくて、本当なんですよ、ポスターの目力で決めてるっていう人もいるみたいなんですけれども、いやそれでいいのかと、ね、名前の連呼とかね、そうなんですね、アホらしいですよね、先進国から見たらね、きっとね、その通りですね、他にはあのここに写ってらっしゃる方でなんか、あの他には、右端のお写真ですか。右端は、まあ、柿沢美人さんですね、維新の党 の前幹事長ですかね、やっぱりテーマごとにあのピンポイントでつながれるというか、いろんなこと、ね、維新の方と、あ、そうですね、この方とはどんなお話されたんですか。維新の方、あ、柿沢さんも、まあ、あの制度改革は維新の党というのは非常にですね、あの、はい、強いところなんですよ、はい、ただし私どもは、あの議員定数の削減については否定的なんですね、はい、むしろ議員定数というのは増やした方が、うん、あの代表が遅れますから、いやちょこちょこそういう話聞いてますね、国際的には日本の議員は、あの決して多くないです、多くない、むしろ少ない方ですね、減らさない方がいいんじゃないか、民意を反映させたいんだったら、あの増やした方がいいし、そうですね、お給料上げるのはどうかと思いますけどね、そうですね、その議論も第三部門でやろうとし今やりかけてます、歳費の問題ですね、はい、ですから どういうふうに税金をあてがうのかと、お給料上げるくらいだ、なんですから、やっぱり人はねもう少し雇えたはずじゃないですか、そうです ね、お金の問題であるならば、その単純な割り算の問題で、あの上限額を決めて、あの人数を増やす、そうすれば歳費自体は減ると、まあ、そういう関係にはなるでしょうか、ね、そういった理論は成り立たないはずですよね、この間お給料上げたからには、ね、ともかくその何が言いたかったかというと、例えば維新の党さんとロビングするときに、はい、気候改革について非常にあの前向きなので、私たちの考え方にも賛同してくださるんですけど、はい、私たちはあの現行の日本国憲法を前提にしてるんですね、はい、つまり、日本国憲法の枠内での、はい、そうでないと早く終わらないですから憲法改正したいなんていうと大変長くかかっちゃって、困ってしまうんですね、まあ、それもありますけどね、改憲派の方々もいらっしゃるんですがね、変えない方がいいと思うんですが、まあ、そこは置いといても、はい、あの維新の党の方と話しているとスルッと言ってしまうのは、統治機構改憲、一員制にするべきだと、定数も減らして、っていうふうにパッと言っちゃう可能性があるんですけど、その時に私は、私たちの運動は、あの改憲ということは前提してませんと、まあ、そういう意味では広い意味では各憲というか憲法を生かすという活動にはなってるんだと思いますが、あのそのあたり部分的に賛同できない党派や議員がいてもこうやって趣旨賛同してくれるということです。そうですね、他の部分では例えば企業団体献金廃止だということには賛成してくれるわけですから、はいはい、それぐらいの緩やかな連帯でいいじゃないかと、いいです、ね、あとは部分改正案が出たときに、まあ、全部は賛成でなくても、まあ、今の 選挙制度 の改革に向けて研究を進めていくんだという私たちのトリプロの姿勢に対しては賛同してくれる、その通りですね、ということですね、そのレベルの趣旨賛同でよろしいと、それが緩やかな勉強会のミソなんですね。だから具体的な提言が出て法案の要項が出たときに、はい、あの賛成できる人とできない人が出るでしょう、ええ、でそれをあのどうやって押し上げていくか、はい、あのはそれはもう他のイベントや世論の盛り上がり、はい、いろんなわーわー言うことで、議員たちの意見をちょっとずつ変えるしかないと思ってますね。そこからコロコロっと、ね、現状のいろんな情報が出てきますしね。ああそうですか、分かりました。他にはよろしいですか。あ、まあまあここはいいでしょう、はいはいはい、はい、じゃあロビングっていうのがいいですかね、はい、はい、これは40号ですね。40号いつ頃かな、ね、1月28日って書いて、ね、まだ最近ですが、あの、はい、左側がですね、大阪維新の会の、はい、浦野議員ですね、はい、ですね、そして真ん中にいるのが、宮川典子議員、自民党ですね、はい、自民党議員、そして真ん中の写真ですね、真ん中の写真の真ん中ですね。宮川典子さんってなんか名前聞いたことありますね。あの先ほどちょっと出た、まあ、山梨の方なんですけど、久保田政議連、田淵先生とかもこの方と一緒に講演会されたりしてますね。そうなんですか、はい、まあ、ありがたいことに大変元気な方で、あの、趣旨賛同してくださいましたね。石川典子さんもお会いしたんじゃないかと思います、ね、そうですね、あ、これ石川さんの写真、石川さんですね、あ、やっぱりそうだ、石川さんのご紹介だったというふうに記憶しておりますが、そうですね、じゃあその流れでした、そうですね、そして一番右側は辻元清美さんですか、はい、あ、
民主党ですかね、はい、役員室の室長かなんか偉い人になってますけども、はいはい、趣旨賛同してくださいました、はい、まあ、こんな風で右から左まで、はい、右から左までいるのが大事で、これは皆さんご覧になっている方と意見が違うか分かりませんけど、私はもう、うん、やっぱり極左が 10% 極右が 10% いてもいいと思ってるんですよね、はいはい、それはあの自然なこと、はい、でそれが国会議員に議席に反映されてればいいですよ、うん、そうですね、しかしそれができていない制度が問題なんだと思ってるので、はい、あの一定数そういった方々いらっしゃると、うん、いうことは全然悪いことじゃないと思ってるんですよね、うん、そうですね、この間の見せていただいた会議の中で、山口直美さんが生薬という言葉の、はい、あの意味について追及をされましたけれども、そうですね、まあそのちゃんと反映していればその中で議員さんが集約してくれる問題をね、それが正しいのであって、選挙で集約しちゃダメだよと。そうですね選挙ではまあ国民の多様性をこう反映した数が載っていることが大事であって、うん、そういえば三宅洋平さんとかもですね、うん、あのまあ俺みたいなこうナチュラル派というか緩やかに行きたい、うん、競争ではなく緩やかに行きたいみたいな人間も日本には何割か存在しているんだよ、それをこう議席に反映することにあのまあ自分はかけてみたいというようなね演説があったなって思ったんですけど、うん、なんで今の選挙制度ってそういうふうに反映しないのかなって、その政治献金をもらう政党が強くてお金があるから、お金があれば選挙勝てるんだみたいな、あのそういうことなのかなってね、ちょっとやっぱりその辺疑問に思っちゃいますよね。ちょっと動画に戻していただいていいですか、須澤さん。はい、そのなんかこう議席配分についてはこうなんか一石ぶてますか議席の配分、まあ、先ほど言ったようなあのことで、はい、民意の分布と国会の分布、それをなるべく一致させるというのは私たちの考え方ですね、はい、でそうなりますとあの、はい、じゃあ比例代表が一番でしょうねって、うん、あの一番理想的ではありましょうねとは思います、はい、ただその比例代表に関しましても、あのいろいろ内部であのやり方がありますね、はい、で私はどちらかというと並立性というのは良くないとは思ってるんですけれども、うん、あの比例と選挙区と、あのそれぞれ別々にやってるわけですよね、はいはい、そういうやり方はあまり良くないなというふうに思ってますね、うん、あと重複立候補、はい、これも事態を複雑にしているというか私たちもなんだか分かりにくいんですね、うん、復活当選とは何かみたいなことがありますね、うん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 、ですからあの なるべくなら私は比例代表の、まあ、拘束名簿みたいなのがいいんだろうなとは思うんですが、まあ、これ個人的意見としてです。あのこれから第2部門で選挙制度、はい、衆議院は何、はい、参議院は何、はい、っていうことをあの議論していきます。そうです、参議院の役割が特に大事だと思いますが、うんうん、ここをどういう役割にするのかっていうことが決まれば、その選挙制度も、うんうん、あのその役割に従ってこういう選挙制度がいいだろうと、うん、例えば衆議院だったら政権選択なんだと、うん、いうことであれば参議院はそれではないんだと、うん、なるほど、うん、それと何ですか、制度が、はい、関わりがあるということですね。そうそうそう、あの柳沢教授さんがあの参議院選挙は別に、はい、例えば仮に共産党が、はい、多数議席を占めたとしても、はい、あの総理大臣は出ないから、はい、あの別に皆さん安心してみたいにねじれ作ろうよみたいなことをおっしゃったので驚いたんですけれども、でもあの衆議院があの、まあ、政権を選ぶ、そうですね、で参議院はそうではなく、こうやっぱりその意見の反映をちゃんとして、まあ、なんか叱るべきところでブレーキをかける役割を持って、そういう意味でしょうかね。そうですね、うん、ですから第二部門の議論の中で、とある委員はすでにあのやっぱり、参議院は個人本位、はいはい、うん、人物で選んで、そして大きいところ高いところは見て、党議拘束もなくしてほしいと思いますけど、つまり参議院では政党化はあまり考えないということです、その人の言い方は、はい、政党によるなんかカーボンコピーになっちゃいますから、参議院こそそういった意味で良識の府になるためには、はい、個人個人の議員の、うん、あの自由が完全に認められていくような、うん、っていうのを、まあ、とある委員は言っていて、うん、その考え方もあるなというふうには思います、はい、逆を言うと衆議院は政党ですね、うん、逆を言うと衆議院こそ政党なんで、あ、なるほど、うん、そういう意味で小選挙区制を考えていく、どうすればいいのかですよね、なるほどです、はい、じゃ
ゃあ次は、どれ見ましょうか、はい、第1部門から見ていきま す, そうです、ね、はい、じゃあ今度あの委員のご紹介などはいはい、はい、そうでした、お願いします。左側の上から言いますと、はいはい、石川久美子さん、まあ、こちらの番組に出られているそうです、ね、政治学者の方、はい、まあ、ご本人も立候補経験があるという方ですね、はいはい、そして、左から2番目が片木淳さん、はい、早稲田大学の教授です、はい、でこの方は、第1部門の長です、はい、そして選挙市民審議会全員の中の共同代表でもあります。この方の経歴で大変ユニークというか、はい、力強いのはですね、もともと自治省の行政官僚であった行政官僚であって、そして選挙部長でもあったということで、その後に教授になられるってことか、そういうことなんですね。ですから、あの実務、うん、選挙実務について強いのと、まあ、それこそ法案審議などを現場でやってますから、法律の条文を作る時のその逆のことも言えるというのかな、この法律をこう条文作ると、あ、逆にこういう問題起こるよとか、そういうのは条文審査っていうのはあるわけですけど、はい、行政官大変優秀な方々多いですから、はい、そのあたり非常に強いので、あのこれから部分改正案を作るっていう時にですね、公選法 の, あの、彼の実務的な手腕と、まあ、ガッツですね、あとドイツの政治選挙制度の研究が主なんで、国際比較もしてくださる、あ、ありがたいですね。ドイツで言えば、比例代表、小選挙区の、併用制ですか、はい、あ、連用制かな、併用制ですね、はい、を使ってるわけです。でそれは非常に示唆深いと思いますし、日本でも選挙制度改革の時議論されたことがありますので、はいはい、その時、まあ、片木さん、あの知恵が生きるんじゃないかと思ってますね。そうなんですか。そしてその横右側が坪合稔さんですが、この方は早稲田大学教授で、はい、公職選挙法の廃止という本の中で非常に重要な役割を果たして、はい、そうですね、専門家とね、そうですね、あの学者の専門の方で、はい、それこそ公職選挙法改正に何度も実際に挑んでおられた一人だと思います、はいはい、であと一本のところで実現できない、許諾金とか、あの文書とか、チラシのことや、またはあれですね、個別訪問、あ、でも結構かなり細かな論点で、専門家で条文について詳しいので、まあ、この方の案がかなり何ですか、この第一部門は自由な選挙運動、そして政治参加のハードルを下げるという、そういうテーマでやってますので、この会議のテーマそのものが坪合さんかなり専門分野で学者としての手腕を発揮できる、そうですね、と思いますね。この方の著作はぜひあれですね、そうですね、ぜひ読んでいただければ、選挙制度に憤っている若者たちに読んでほしい、公職選挙法の廃止という本、ね、で片木さんもその監修として関わってますので、このお二人は その意味では盟友ですね、盟友ですね、うん、はい、そして、まあ、山口あずささんはこちらの番組も出られていることがあると、はい、あの西東京市の、まあ、はい、選挙立候補されている、はい、その経験からですね、いろいろ思い切った提言をしてくださっておりますね、はいはい、311以降に目覚めたと言ってました。なんかお母様亡くされてから急に頑張って法務博士の、ね、資格を取った、あ、そうなんですよ ね,、ええ、すね、法律のことを強いんでね、うん、頑張り屋さんですし ね, すね、なんて言うんだろうな、議場でね、あのかなりはっきり強くものが言える人なので、本当にね、議員さんに向いてる人だと思いますけどね、はい、いつかね、あと第一部門で言えば、はい、まあ、浜野道夫さんという西南学院の教授、神学部ですね、はい、まあ、倫理の、そうですね、倫理の問題で選挙を考えると、まあ、宗教家は倫理のことを扱いますので、はい、今の公選法が倫理的にどうなのかと、うん、まあ、そういうことですよね、それと、はい、あと、武井由紀子さんですか、あ、第一部門ですね、ここにまだいらっしゃるんですけど、ね、弁護士の方、はい、弁護士でも、ね、だから学者と法律家と、はい、そしてまた市民運動になっている人、こういった配合がいいんじゃないかと、そうですね、うん、これによって私たちが、はい、この審議会の正当性というか、はい、権威をつけていく、はい、そういうバランスだと思ってるんですけどね。なるほど、この写真の、うん、下の段は、左側が、衆議院議員の方 で, そうです、ね、右側3名が事務局さんです ね, そうですね、はいはい、大阪政治議員ですね、民主党の方、はい、あ、民主党の方
って結構勉強会に足を運んでくださるので自民党の議員よりはやっぱり近い感じがしちゃいますね私たち、うんうんうんまあ、自民党議員にもあの政策に強い方いらっしゃるんですけれども民主党の方はやっぱり政策強いですねあの全般的にう、ね、こういったあの地味なテーマでもそうそうそう地味なテーマでも、まあ、労働組合の、ね、ルーツが生きてるのかもしれないですけどあの相談に乗ってくれそうな感じなんですよこういうところに出てきてくださる議員さんってねだからあの直接疑問を投げかけてみると議員さんの方もそういうテーマ市民から聞かされるのは嬉しいということで、ね、話してくださったりとかしますよね、はいはい、では、第2いきますか、はい第2審議会はちょっとあの、あれですよね話がこう専門的な感じがあの印象を受けましたけれどもあそうですか、はい第2部門は選挙制度そのものを問うと、はい、でこの2年間のテーマとしては、はい、衆議院参議院に任制のあり方、はい、それと民意の反映先ほどちょっとお話になった部分ですね、はい、でこの回は、はい、あの上の3人、山口直美弁護士と、はい、田中久夫さん、はい、そして、桂京介さんこの3人がですね、はい、この日発題をそれぞれしたんですよね話題提供したんです、はい、そうですね、まあ、ちょっとした講話のような感じで、あの資料を出してそうですよね、はい、話しくださいました、で山口直美さんは弁護士ですから法律家の立場ですよね、はいはい、自由法相談、そうですね、はいそして、田中久夫さんはあの海洋選挙制度の会という、まあはい、私どもトリプロと深い協力関係にありますけれども、はい、市民運動の方、ね、ですか、はい、ですね、そうですね、はい、であの桂さんもなんですけど田中さんも、はい、あの市政の市民の、はい、選挙制度研究家なんですよ、そうですね、これは非常にユニークな存在で、はい、私ね桂先生は学者の先生かと思いました、そんな不正があるんですけれども本職学者さんではないんですね、ないですね、はい、ただあの、生涯を通じてもずっとあの粘り強く研究を重ねていらしたと、ね、本も書いてます、できるんですよね、皆さん、ね、そうですそうです、はい、やっぱり主権者が考えるという意味で、はい、桂さんが入っているの大きいと思いますね、いや桂さんね、理研と全く関係がないので本当に素晴らしい切り口だったと思います、あ、なるほど、はい、そして下の段にですね、左側から言いますと多田野さん、多田野正人さん方が、この方はね一橋大学教授、いかにも学者っていう憲法学者ですけれども、ね、憲法学者、選挙制度非常に強いですね、はい、憲法の問題として、ということで、そうしますと、うん、上倉さんとは視点が本当に、そうですね、憲法学者はやっぱり、重なりますね、そうですね、憲法学者の方の、はい、選挙制度論というのはいいですよね、はい、あの基盤がありますので、基盤が、で多野さんはですね、今度これ、はい、第2部門審議会が3月25日に、あ、今度じゃないか、もうあったわけですね、すでに3月25日あったわけですけど、このところであの論点整理を、はい、今までの議論の論点整理をするということで、うん、はい、まあ、あのきちっとやってくれる、はい、そしてこの後の議論のね舵取りは共同代表でもあるので、はい、第2部門の長ですから、はい、大変信頼できる、先ほどは片木さんが、うん、そうですね、第1部門は片木さん、第2部門は多野さんですね、はい、そして、1回目の収録で話が出たのかな、小林石鈴さんが、はい、左から2番目、はい、日本婦人有権者同盟の共同代表で、はい、もう力強い ね、で、旧の会の推進してますので、はい、クオータ制、のことでは大変、はい、あの友好関係に、連帯関係にある団体の、長ですね、はい、そして太田光政さんはこの番組に出たことがあるということでいいですかね、数の面から、うん、選挙のトリックをですね、あ、そうですね、暴いてみせたと、そうですね、あの専門家にしかわからないだろうと思ってね、うん、あの小細工がされているところを、もう本当に太田さんは本気のある方で、翻訳家なんですよね、こう本業は翻訳、ね、あの、はい、理系の翻訳家なんですけれども、うん、非常に細かい作業で、一票の格差どころではないですけど、そうですね、これはどうしたことかと、死に票がこんなに出てますが、そうですね、私たちの選挙が、ね、うん、私たちのものではないという感覚になりますが、うんうん、ということで違憲訴訟を起こされた方です、そうですね、はい、それと一番右が小沢隆一さん、はい、この方も憲法学者、そうですね、憲法学者、はい、東京慈恵医科大の教授ですね、慈恵医科大学で憲法学の授業があって、はいはい、その学者さんというわけです ね、医大にもある、だからこの部門も法律家、はい、運動家、学者、この配合になっておりまして、はい、もう本当に熱い議論で、この前も、前々回ですか、はい、40分延長して、それでも議論が足りないっていう、そういう熱い議論を交わして、静かに話されるんですけど、
けどね、選挙制度の問題を本当に、はい、深く広く議論しております。そうですね、まあ、山口八田さんと今一緒になんかね、プロジェクトを動かしてらっしゃるみたいに聞きましたけれども、はい、ありがとうございます。はい、小沢さんについては他になんかごめんなさい、今お話遮っちゃったので。あ、いやいや、あの小沢さんは、うん、山口さんと一緒に、山口直美さんと一緒に共助、はい、そうですね、市民に選挙を取り戻せ、これもまあ、はい、私どもの運動の一つの バイブルでございましょうな。タイトルですね、はい、これもまた読まれたら大変楽しい、ね、読みやすい本で、はい、公職選挙法がいかに問題かっていうことを言ってますし、はいはい、選挙制度もいかに問題、まあ、小選挙区制導入と同時に投票率がガンガン下がってますよね。そういったことを小沢隆一さんの言い方で言いますと、政治的友好感覚が減ってる、要するにやりがいのある選挙じゃないからみんなが一票投じない、はい、そういうこと、やっぱり制度が意識を変えるっていうのが私どもの運動のミソで、意識改革をって言ったって、そんなのもう運動の言い訳でしかないわけですよね。じゃあ制度を変えればそうですね、全てが動いてきますからね、制度変えればね。そうです、18歳選挙になった途端に、はい、18歳の人たちはやっぱり投票しようっていうのは、うん、もう目に見えて変わりましたから。そうなんですね、学校の規則まで、あ、そうそうそう、まあ、まつわるいろいろについての論は、うん、とりあえずありますけども、教育方針も変わりますしね、制度を変えれば人間の意識も変わるというのは、私どもの運動の一つのなんですか、基軸ですね。なるほど、第一部門は公職選挙法自体の、はい、まあ、おかしなところを是正したいですねという話し合いだとすると、はい、こちらはもう、まあ、公職選挙法の本を書いていらっしゃる方が入っていますが、選挙制度自体を、そうですね、選挙制度自体をこう大枠の方で変えていく必要があるんじゃないでしょうかという審議会。そうですね、ちなみに選挙制度のことも公職選挙法に書いてますから、うん、その別表などもありますし、区割りもそうですし、小選挙区制だとこうなるという、そういうのも公職選挙法に入ってますの で、 です、全体の公職選挙法の中にの中の、うん、制度はあるわけですね。選挙制度もある。先ほどは立候補だとか選挙運動だとかに関してのお話です、ね、そうです、そうで す、 そ, うです、うん、それが第一部門で、こちらは選挙制度、その、はい、では第三部門のご紹介お願いします。はい、第3部門はその関連法制ですね、はい、もちろん関連法制といっても公職選挙法を変える部分もありますけども、え、はい、例えばですが地方議会ですね、関連法制というものがあるんだ、ええ、外にあるんですね、公職選挙法。そうですね、公職選挙法と深く結びついているところであると、あ、うん、それも同時にやらないと、ザルができちゃうんですね。政治資金規正法のところまで見ないと、やっぱり選挙が歪んじゃう、政策誘導がなされる、はい、金権政治がなされる。なるほど、見えにくいところでこういうことこそ、そういうことも大事ですね、作ってるわけですね彼らはね。そして地方自治体の選挙も、はいはい、順用条文で公職選挙で決まってますので、はい、地方自治の選挙も公選法を変えないとできないんですね、はいはい、うん、なので、この委員は、まあ、一番左からだと大山玲子さん、駒澤大学の教授で、はい、大変優秀な方ですね、で地方議会選挙の改革案をすでに、はい、2月1日の審議会でお出しになってまして、これは非常に参考になります。はい、でまあ、日本の国会という本も書いてますし、はい、すごく、なんていうんですかね、頭脳明晰で、頼りになる、こうすればこうなるっていうのをはっきり言える方なので、議論リードしてくださるんじゃないかと思ってます。ユープランさんの方 で動画が出てましたね、皆さんが自由に、ね、アクセスできる、うん、2月1日はね、はい、うん、ですのでこれはぜひ聞いてもらいたいし見てもらいたいですね。ユープランさんでトリプロで検索するとこの日の審議が出てくると思います。そうですね、私どもは、はい、全部の議事録を文字起こしして、一言一句議事録で起こしていて、まだホームページ上に掲載されてませんが、はい、随時掲載する予定です。ホームページもリニューアルする予定。そうなんですね、ですのでこれもまた国会のカウンターパートですから、はい、国会の議事録も私たち全員見れますよ ね、 そうですね、ウェブサイトで、はいはい、それと同じようなことをしたいもんですから、今その作業をしている最中です、はい、だからユープランさんの見られるのも一番いいんですけど、はい、じっくり読みたい方は、はい、掲載しますので、ぜひ議事録、そうですね、今後やっていきますのでよろしくお願いしたいと思いますね。はい、じゃあこの大山玲子さんってお名前覚えておきたい。そうですね、はい、憲法学者の方ですか。政治学者です。政治学者、うん、そして国会審議のことも詳しいし、はい、じゃあ石川久美子さんも、そうですね、まだ言ってますからあれですね、お知り合いかも。地方議会のおかしさっていうか、まあ、制度が入り組んでる、うん、
国政の選挙と違う制度でやってますんで、同じ政党に属してるはずなのに、全然違うことを言っても受かっちゃうっていうのが地方議会で起こってるんですよね。 1% から 3% 取れば勝てるという大選挙区制ですので、はい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 、しかも1人1票しか入れられない、それとね、やっぱりそのほどの弊害っていうのがあるということなんですよね。ちょっとそれについてまた、すみません、それと北川雅康さんがその左側に、はい、この人は有名で、ね、ブラウン管でも出てる人ですから、はい、元三重県知事ですね、はい、改革派知事として、はい、もともとは自民党だった人ですけどね、はい、この前の話だと、まあ、いろいろ自分ご自分のなさった改革のことを伺いました。だから制度を変えなきゃできない改革とそうでない改革があり得ると思うんですけ ど、私たちは制度を変えようっていう部分に注目して、彼の問題意識を共有していくと、だからここ第三部門で政治家が入ってるっていうのが一つ面白い、元政治家が入ってるのは、うん、マニフェスト選挙の仕掛け人ですから、だから政策本位の選挙、ね、うん、その意味であの政策本位の選挙がいいよねっていうのは私たち共有してますので、いろいろ知恵を貸してもらいたい。本当そうしてください。もう先進国なんて言えませんよね、そうしないとね。そうですね、はい、それと吉川純子さんがその右横にいます、はいはい、で彼女は韓国語ペラペラで、あの韓国留学してた人で、韓国の市民運動の三与連帯っていうのがあるんですが、はいはい、それ非常に詳しい方なんですね。なんかあの、政府を変えてしまった市民運動の、その通りですね、はい、ですのでその知恵をお借りしたいと。で今この第三部門で喫緊の課題としてやってるのが、これはいいアイデアだと思うんですけど、はい、選挙管理委員会の独立性をという新しい法律を作ろうじゃないかというのを第三部門で考えていて、それは韓国の選挙管理委員会が大変あの積極的選挙管理をしているんですね、素晴らしい、すごいことなんです、ね、私たち野放しすぎたな。そして独立機関なんですね、韓国の場合は。今は行政の下にあるわけでしょう、はいはい、ですからそこら辺でもうどうも変な感じだなっていうのがあるわけですね。そうですね、与党のハンドルが効いてる感覚はありますよね。どうも変な感じがするなっていうのを思うわけですけども、はいはい、全く人事も独立して、予算も独立して、人員も確保して、そういうのが選挙管理委員会があるんですね、韓国に、はい、なのでそこをあの、まあ、大山さんや北川さんもその件を詳しかったわけですけど、韓国の人々にできるのが日本人にできないことはないと思いますね。それはあの痛い、向こうにしてみれば痛いところを突かれた的なテコ入れですね。その大きな既存のものをなんか性質を変えてしまおうという。そうですね、実際今日本の選挙管理委員会が誰がやってるのかなんてよく知らないわけじゃないですか。でも決め方もよく分かんないわけじゃないですか、はいはい、だからそのあたりの現状、日本の課題と韓国でこういうモデルがあるよっていうのをこの第三部門で審議して、地方議会選挙と大、あの選挙管理委員会の話、はい、これは新法になります。それと、はい、あともう一個はあの政治資金ですね、はい、あ政党女性の問題です、はい、政党女性と深く関わってその辺をきれいに洗ってるんですよね。そうなんですね、政治家たちの首を洗ったんですね、うん、本当にね。だから政党っていうのも、まあ無所属と政党でですね、あまりにも無所属が不利だっていうのは今の問題に1個あるんですが、はいはい、それだけでもない、それだけでもない、はい、無所属の方とフェアな競争するのも一つですが、はい、もう一つは政党というのに対してものすごく信頼がないわけでしょう。そうですね、私個人的にちょっとあるわけです、そういうの、うん、だから政党っていうものが日本の民主主義社会でどういうふうに位置づけられて、健全な政党政治、うん、大犠牲民主主義がどうやってできるのか、理事会への、ね、出席とかね、やっぱりね、あのそういった議論も大事だと思います。だから大体特別委員会に出る前に理事会でシナリオを作ってるのに、そのシナリオを作る理事会に出席できる人って結構大きな政党の人だけですもんね。あ、今あの議席数で安分してますからね。そうなんです、その話し合いはとても大事、あのなんていうんですかね、うん、うん、確かにそうなんです、全て安分、ただ、まあ、国会の審議の活性化とその話は関わってますね。国会審議を活性化させるためにはどういうふうにすればいいのかというのは、別の議論としてはあると思うんですね。で第三部門でも初めそれをあのちょっと取り上げてやろうかなと思ったけど、まず先にやるのは地方議会選挙の話と選管と、はい、この2年でね、先にやる選管と、それと、政党女性の問題、これを先にやりたいんですね。そうですね、選管のお金の集め方とお金の配分の仕方が私は気に入らない、
です。どこにそんなに払っててね、うん、でどこからその取ってるんだというのが、大体無所属議員がなんか立候補したのが罪なように、まるで罰金みたいに供託金が取られてるんですね。没収されてますけど、開票スタッフアルバイトの人たちに一晩で5万円出てるとか、そういう話聞くので、お金の使い方がおかしいと私は思います、うんうんうん、独立してほしい。独立すればですね、はい、そういった事柄も洗いざらいにできるんじゃないか、はい、ということをありますね。選挙管理委員会ね、はい、で第3部門の共同代表が一番右にいらっしゃる三木由紀子さん、はい、情報公開クリアリングハウスの理事長でいらっしゃいますね、はい、かなり、はい、この方すごいですよね。すごいです頭脳明晰、ね、論点整理、お一人であそこまでよくね、動かすなと思いますね、本当に本当に議事を裁くのが上手でですね、はい、この後ですね、第3部門さまざま新しいアイデアを出していくときに、やっぱり彼女のいろんな蓄積、NPO を率いているですね、その知恵ですよね、それがもう本当に生きてくるというふうに思うんですね。実際に法案の要項を作ったりするところの、作業も彼女は、携わって、そうなんです、ね、だからそのハウツーを我々の運動に吹き込んでもらえれば、この第3部門もですね、かなり機能していくんじゃないかと。あともう一人、うね、太田恵子弁護士も、太田恵子さん映ってませんけどね、アスワカで有名 で、 そうです、ね、もう本当に太田さんも一人で、たった一人であれですよね、居酒屋さんとかカフェとかもんじゃき屋さんとか、いろんなところで集まってくれる人が3人でも4人でも5人でもいれば、憲法のですね、憲法改正の危険について PR を行ってきた、ね、そうですよね、方ですよね、うん、まあ、なのでここでも法律家、運動家、学者、この、はい、うまいミックス、はい、配分で、なされているということですね。これだけの方々が出てるから面白いですよね、傍聴に来たらね。そうですね、傍聴の方が積極的に手を挙げて、まあ、私たち の規約に書いてあるわけです、その議長、司会役がですね、はい、指名すればどんな人でも喋っていいんです、はい、で指名しなかったこと、刺さなかったこと一回もないですから、市民傍聴の方に、はい、意見、今まで言ってない人どうですかみたいな促しすらしますから、全然この距離のある会議、偉そうな人がやってる会議とは違うわけですよ、ぜひ皆さん来ていただいて、ね、入っていてもそんなに お高くしてるわけではなくて、そうですね、すぐに、ね、その場で答えてくれるという、でこれ部分的に例えば第一と第三合同でやった方がいいよねとかいう場合にも融通きかしてやるんですね。です今おっしゃった公営の選挙の問題でしょ、はい、選挙資金は税金であてがうと、はい、でそういう誰がこの選挙を、はい、ちょっと動画に戻していただいて、そういったところなんかは第一と第三で一緒に考えて選挙管理委員会のありようというのは、はいはいね、だって今まで地域ごとで裁量が違って、はい、地域の選管はあそこ取り締まったけどこの地域はしないとかいろいろあったわけですよ、はい、それって第一部門の関係と深く関わってますね、規制の問題、ですから第一と第三が時々一緒になったりとか、はい、第一と第二がやったりとか、フレキシブルですね、そして全体審議会をやったりとか、はい、そういった形で運営していきますし、毎月やりますから、はい、毎月1回やりますので、それぞれの部門がですね、ぜひ来てください、はい、ぜひ、直近では4月の6日第3部門の会議が開かれて、ね、皆さん自由に来ていただける、参議院議員会館でやりますので、まあ、永田町駅が近いのでぜひ来てください。午後の2時からですの です、ね、ちょっと半休取って、はい、ここでは論点整理をして今まあ、私が担当なんですけど、今までの議論をこういうふうに整理して、じゃあ今後ここら辺をやっていこうと、特に制度改革が必要な部分、その論点を重点的に議論していこうというふうに、はい、予定しています。もうこういう機関ができたのが本当に嬉しいです。私は鳥を飼っているのでトリプロっていう名前も嬉しいんですけど太田さんからそれはなんかこう歯止めが通らない。やいやいや、それは内輪な話ですけど私が鳥年なもんですからなるべく鳥にこだわっていろいろやってます。鳥っていいじゃない、飛び立てるし。そうですね、本当に自由っていうものが、ね、うん、大事だと思ってます、うん、そうですね、そのためにはそのハードルを低くして片木先生がおっしゃったように、はい、いろんな方の意見がこう交差して、うん、その中からこう抽出されてね、うん、本当の請求制度を、うん、もう政府に任せてないで私たちで先に作ってしまえと。その通りですね。まあデモでやってその世論的な潮流ができる、うん、例えばその、うん、マスコミが取材に来たり、うん、その週刊誌に岡田君が乗ったり、うん、ね、奥田君が乗ったり、うん、そういうところでですね、まあ、潮流が先にできると学者の先生方も議員さんたちも動きやすいみたいなのも一つありますけれども、そうですよね、こういう審議会っていう形
で専門家も、うん、れっきとした専門家も入れた中で、うん、市民の意見の、まあ、抽出っていうのを行って、うん、もう先に出してしまえば、うん、それが立派だったらば、うん、あの GHQ によるその大逆転じゃなかったですけど、うん、日本国憲法だって日本の憲法学者のチームが作ったものが、うん、その政府のよりも優れていたので、うん、採用されちゃったわけですよね、うん、その通りでしょうねですから、うん、あの今回だってやっぱり素晴らしいものを作れば、うん、まあ、本当にあの国の方も黙ってはいられないというか、うん、まあ、もしくは、ま、負けじというものを作るかもしれないですし、うん、やっぱりその中の一部は、ね、こういただくっていうね、取り入れるざるを得ないというムードに追い込むこともできるし、おっしゃる通りですね、本当に可能性が見えてくるわけですよね、うん、その私たちがそのこの中でやっていかなくてはならないということはなくて、民主政治なんだから、うん、くすぶっていないで、うん、もうどんどんその土台を作っていくと、そうですね、法律を作るその立法過程に食い込んでいくと、うん、それはどんな分野にも当てはまると思います、うんうんうん、だからいろんな政策でどういうふうにすればいいんだっていう時に、うんうん、あのこのようなやり方がありますよと、うん、特に東京に住んでいる責任と私は思ってますけど、うん、ここに国会があるからですね、ロビングができるじゃないかと、そうですね、1対1で顔を合わせて話せるじゃないかと、うん、それと先ほどおっしゃったように部分的に取り入れられるという形でもいいですよね。もう一方で全く正反対な意見であっても取り入れる場合もあるんですよ。与党もこの選挙制度だと自分は不利だなって思っても受け入れざるを得ない場面があるんですよ。それは何かというと世論の盛り上がりですね。これに正当性があるんじゃないかといって世論が盛り上がって、まあ、でも何でもいいですけどやれば、なんか舛添さんとかが、ね、宇都宮さんの政策を一部パクったりしてて、宇都宮さんがいやどんどん舛添さん僕のパクってくださいって言ってましたけど、なんかあの都知事選についてなんかちょっと、あ、都知事選というよりもちょっと話の途中だったのでいいですか、続けて、はいはい、あの自分が不利になるような選挙制度でも受け入れざるを得ない場面が出てくると、それを作り出さなきゃいけないと思ってるんですけど、はいはい、それは何かというと、はい、まさに選挙だからなんですね、はい、あのような立派な市民審議会や、はい、トリプロが出している案が公表されているのにもかかわらず、うんうん、それに拒絶反応を示す、うん、この議員は何者かと言って次の選挙で落とすんですよ次の選挙で落とすから。日本国憲法もあれですね、うん、リトマス紙ですけど、そうですよね、そう、トリプロの出すものも、そういうふうになる、うん、なれば、国民のそのように思えば主権者の意見を無視するのか、だからデモとも関係があるわけです、メディアとの取り上げ方のも関係があるわけですね、そのここまで追い込んでいけばですね、自分にとって不利なものであっても飲まざるを得ない、飲まなければ落選させられてしまうんだという政策本位の選挙であるという、はい、そういうような民主主義のいい循環、はい、いい循環に持っていきたい、本当は自民党議員さんだってそういうふうにしたいと思ってる方多いんじゃないかと思いますよね。抗議拘束で自分が死んでる、うん、自分のセンスが死んでるなんて、うんうん、耐えられないという議員さん本当は結構いるんじゃないかな、逆に造反した人が受かった場合ですね、そうそのような意見が通るのはですね、なので私は決して諦めることはないと思ってるんです、はい、選挙のことは難しいってよく言われたんですよ、はい、この活動をやるときにハードル高すぎるよと、そんなことやる前にもっとやることあんだろうみたいなこともまあ言われるんだけど、私はこの地味な制度改革が意味があると思ってるんですね、はい、そして不可能じゃないと思います。いや本当そうですね、細部から攻めるっていう方法はすごくありますから、制度からこうやっていくと、それに取り組んでる人もいないと、いろいろな運動もですね、やっぱりなんていうんですかね、ここの部分は抜けてたような気もしてるんです、公職選挙法の制度を変えるという運動、ね、ハンドラーズがハンドルをこう切らざるを得ないように制度の細部を、ね、ええ、こう変えていくっていうのは有効だと思います、で都知事選など首長選挙の話で言えば、首長選挙はですね、はい、単純多数制なんですね、はい、単純多数制というのは、はい、1票しか入れられなく、はい、かつ誰か1人一番多い人、一番多い人だけが勝つ、つまり小選挙区と同じなんですね、はい、そこの問題がありますね、うん、首長選挙に関して言えば、はいはいはい、だから小選挙区制でやりがいを感じない人は首長選挙においても同じようなことが起こるだろうと、そしてそれはですね、特に、票割れをするときにその問題が起こるだろうと、本当は票割れの構図が最初から描かれている場合、描かれている場合、本当はこの人に入れたくないっていう人がいてもですね、
本当はこの人に入れたいっていう人が2人3人いた場合、そうですね、その場合票が割れますね、うん、この間の宇都宮さんと細川さんの時は仲間がたくさん割れて悲しかった。ああ、まあ、そういう場合ですよ、はい、単純多数制の場合はですね、はい、本当に舛添さんを入れたかったのかどうかっていうのは分からないということです、うんうん、まあ、こういう名詞出して申し訳ないですけど、はい、まあ、分かりやすいんで、そういうふうに分かりやすいんで、都知事選は 仮に都知事選で3人しか立候補しなかったとしましょう、はいはい、その人が、まあ、仮にカタカナ舛添さんという人と、はい、カタカナ宇都宮さんという人とカタカナ細川さんという人だったとしましょう、はいはいはい、で、脱原発だけが、はい、ポイントだったとしましょう、はい、その舛添さんと脱原発という政策に関して言えばですね、はい、宇都宮さんと細川さんが近い意見だったとしましょう、はいはい、そこで得票を見てみたら、はい、40% 上からですね、舛添 40%、うん、宇都宮 32%、うん、そして細川 28% だったとしましょう、足すと 100% ですよね、はい、40対60、そうですね、もし脱原発で言うんだったら、はい、60% の有権者は脱原発に賛成だった、はい、ということにもなりましょう、はい、そうですね、だとすればですね、はいはい、この 2位3位になった人たち、もし順位をつけるとすればですが、はい、宇都宮さんに入れる人はですね、また細川さんに入れた人は、はい、舛添さんは3位だったはずなんですよね。そうなんですよ、この両者にとっては、ね、そこなんですよ、2位が相互だったんですね、何かこう騙されたような、ね、だからこういう問題、コンドルセのパラドックスと言いますよ、はいはい、この問題を解消する投票の方法もあるんですね、あるんですか、決選投票だけじゃないです、決選投票も一つの方法ですけど、はい、それだとお金がかかっちゃう、はい、そうでないんだったら順位をつけて、順位、うん、1位が、1位宇都宮さん、2位細川さん、3位舛添さん、1位細川さん、2位宇都宮さんって人と、3位舛添さん、いつも3位がそう、この両者に入れる人は多分3位が舛添さんなんですね、はいはいはい、ですので1回目の投票で暫定的1位が舛添さんになりました、はい、しかし、そこで3位の人、つまりこの場合細川さんの票を分割して、うん、1位2位3位と順番ついてますから、うんうん、ですのでこの細川さんの票を移譲するというやり方、譲るというやり方、はい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 、それはほとんど宇都宮さんに行くはずですね、はいはいはい、そうしますと 40% 対 60% になりますね、2回目の投票で、投票じゃない、開票で、はい、うん、1回目の暫定的開票と2回目の開票譲れば、うん、そうすればですね、鳴らせたくない人は鳴らないという、そうなんですよ、それが大事だったんですよ、鳴らせたくない人は鳴らない、それが大事だったんですよ、まあ、これ、こういう名詞は別に適当にやってください、分かりやすくするために今言っただけなんで、まあ、でもかなり言っても大丈夫な路線で言ってますけど、ね、やり方があるんですね、はいはい、それは小選挙区制度にも応用できますし、首長選挙にも応用できるので、現行制度を小直しするだけ、小直しするだけ、1人が3人までかける、1、2、3位までかけるみたいなというようなやり方をすればいいし、なんか分析がで、なんか他の方法で順位が決まるんですね、そうです、で候補者が仮に10人いたら1位か10位までつけるでもいいですよ、そして最下位の人から票を分けていくんですね、そんなようなやり方をすると、はい、本当に入れたい人が浮かび上がってくるんです、うんうん、本当にこれを民意の反映というか、というかその政策に対する民意の反映が成功するわけですね、そうですね、うん、というやり方もありますから、そしてこれは諸外国でやってるわけですよ、私たちの国のルールしか知らないから、みんなはいや面倒だなと思うかもしれないけど、そんなことない、やっぱり北欧とかが進行してるんですか、その選挙制度っていうのは、すいません、どこの国かはちょっと選挙市民審議会で偉い学者の方に聞かないと具合が悪いですけども、いろんな国で先行事例があると、それぐらいに整っていくんですか、海賊党さんがスウェーデンなのでもしかしたらと思いましたけどね、若者がすごい政策についてとか選挙についてとか、本当飲み屋とかね、いいですよね、政治を語るっていうか 公園で語ってるって、うん、政治を語る文化を作るいうのも大事ですね、うん、で選挙制度が変わればその文化も作れるというふうに私は思ってますし、す、ね、北欧のいいとこはね、地方選と国政が同じ時期にあるんですよ、あ、そうなんですか、それをやれば祭りになるんですね、祭りになるし投票率は確実に上がります、ですからそれも小直しでできます、統一地方選を3年に一度にして参議院選挙にぶつけるんですよ、はい、そうすれば投票率も上がり、政党の一本化っていうんですけど、政党の何て主張が一本化する、はい、地方であれ国政であれ、はいはい、そういうふうないい意味で政策のこううまいこう仕分け方ができて、投票しやすくなる、やっぱ文化ですね、うん、その文化を変える制度を作れば必ず日本だって選挙大好き、政治参加できる、そういう文化になると思いますよ、
やっぱりあの日照時間が少ないあの冬の長い国ってあのいろんな楽しみを求めるじゃないですか。家具とかもねすごくあの北欧っていいんですけれど、あ、そうなんですか。やっぱりなんかそういうなんか人が集った時の楽しみの一つにその政治、政治があればいいですね、あったりするのかなって。個別訪問が解禁されればですね、そういう政治文化になりますよ。 あと立ち会い演説会、うん、あの今みたいなじゃなくて、はい、討論形式にさせれば、で第三者が主催できるようにすれば、これも公職選挙法が禁じてますけども、そうだったんですか。そうなんですね。それができないからあの、はい、いろいろなこう取り組みをしたい、あの私たち主権者側が制限されてるわけですよね。なるほどね、うん、だからそういうようなことも制度を変えればですね、政治を語る文化ができますね、はい、できますね、うん、できますよ。あ、じゃあこれからちょっとねそっちに向けてあのいろんなクリエイターの方の、ね、あのそういうプロフェッショナルの力も借りたら、どん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 その18歳選挙もありますし、そうですね、若者あたりから討論も盛り上がってくるような、そうです。18歳選挙私は賛成なんですね、そしてなぜかというとそれはあの選挙権の幅を広げてるからです。私たちの活動も選挙権の幅を広げ、非選挙権の幅、だから18歳で立候補してもいいじゃないかと私は思ってます、選挙権18歳だから、で北欧では確かに18歳ですよね、選挙権と非選挙権を一致させれば、そうすれば若者の代表が若者のままあの国会に行けますから、そういうようなことを、そういう目線で中学から勉強しそうですね、うん、そうです。その制度によってやっぱり意識が変わって、中学の時からじゃあ対象を抱いてね考えると思うんですよね。そういうことだと思ってますんで、制度が大事、意識を変わんなきゃダメとか言ったら遅いですよ、制度を変えれば意識が変わります。そうですね、うん、学生の時にまあ36歳ぐらいに立候補しようかなとか思ってもなんか遠くて途中で忘れちゃいそうですよね。全くおっしゃるとですね、なぜか首長、うん、あ、ごめん、知事と参議院は30歳ですよ、うんうん、おかしいですよ、うん、衆議院と他の地方議会議員は25歳です、うん、この差は 何の合理的説明もないですよ。そうですね、でこれ憲法に書いてるわけでもないから、そうです、ね、だったら公選法変えればすぐ変わる。そうですね、天才は二十歳までにしぼんでしまうって言いますから、18歳ぐらいでものすごいあの意見をこう演説で言ってもらったら、なんか、まあ、その人がその、ね、まだ当選しなくてもまだ若いうちだからしょうがないって言ってまた再チャレンジするだろうし、うん、私たちの方がこう活気づく気がしますね。そうですね、そうです、そうです。で立候補しやすい方法いろいろあるじゃないですか、あの、うん、企業に、給食制度を課すとかですね、立候補期間だけは休んでもいいよというのを企業側に課すとか、うん、そういうやり方って、審議会で出してくれそう、第一部門審議会などで本当立候補しやすくして、そして何ですか、投票しやすくして、選挙運動しやすくする、そういう選挙権と非選挙権を広げると。楽しくなってきました、楽しくなるぞという感じで、もうぜひね楽しんで一緒に楽しく巻き込まれてほしいと思ってるんですね。はい、はい、ありがとうございました。ちょっと今日はすいません長めになりましたけれども、あ、ちょっと熱く喋りすぎたですか、ね、はい、いやいや熱いですね本当に、一見厳格なあの園長先生なんですけれど、あ、ね、あの牧師さんでもいらっしゃるし、でもこんなにあの熱い感じで、語っていただけるとですね、本当あの嬉しいございました。あ、そうです、はい、ありがとう、お忙しいところお呼び立ていたしましたけれども、はい、選挙をですね市民に取り戻すプロジェクトトリプロから、上倉圭さんをお呼びいたしました。皆さん今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。トリプロに来てね。ありがとうございました。